どうもゲソです。冬アニメも佳境に入ってきましたが、皆様チェックしておりますでしょうか。今回は2023年冬アニメ女性キャラの個人的な魅力度ランキングを作成してみましたので、よければ皆さんの好みと照らし合わせてみてください。評価軸はこちら。さすがに一人一人に順位付けしていくのは無理があるので、ジョジョのスタンド風チャートを作って考えてみました。破壊力、感動させられたり笑わされたり、尊さで殴られたり、ゲソが感情揺さぶられた印象が強いとこの評価が高くなります。最大で35点。個性、ゲソの中でキャラが立ってるな、癖が強いなといった印象が強いと評価が高くなります。最大で15点。ビジュアル、キャラデザがゲソの好みだと評価が高くなります。最大で15点。スペック、作中でのキャラのスペックが高いと評価が高くなります。正直ここには重きを置いてないので最大で5点になってます。人間性、キャラの人間性がゲソの好みだと評価が高くなります。最大で20点。ギャップ、ゲソは意外性や二面性のあるキャラが好きなので、それがあると評価が高くなります。最大で10点。以上、合計100点満点で順位付けをしていきます。本編に入る前に注意事項です。1、あくまで個人の好みによるランキングですので正解も不正解もありません。2、全ての作品をチェックしているわけではありません。視聴リストは概要欄をご確認ください。3、秋から継続2クール目の作品は対象外としています。例えば影の実力者になりたくてや断末、これらの作品のキャラは登場しませんのでご注意ください。4、性別不詳のキャラも今回の女性キャラランキングに含めています。5、尺の都合上31位までは作品とキャラ名だけ読み上げ、点数の内訳、詳細は省略します。それでは見ていきましょう。まず評価ができず0点だったキャラが複数名おります。同率111位という形になります。途中で視聴をやめてしまった作品や、あんまり思い入れがないキャラ、作中でそもそもまだ登場していなかったり、あるいは登場したけど一瞬だけっていうキャラがここに入っています。111位、老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めますコレット、同じく同作より山野光葉、久保様も棒を許さない久保咲、解雇された暗黒兵士30代のスローなセカンドライフマリーカ、のけものたちの夜アスタロト、いじらないで長瀞さんセカンドアタックスノミヤ、ザ・レジェンド・オブ・ヒーローズ千の奇跡ノーザンワー、ラビアン・ウィンスレット、ハイカード、ブランディ・ブルーメンタール。103位、人間不信の冒険者たちが世界を救うようです、絆。同じく103位、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた剣、白川千歳。同じく103位、物語長月ボタン。100位、便利屋斎藤さん異世界に行くライチ。99位、虚構推理シーズン2桜川立花。同じく99位、スパイ教室サラ。97位、虚構推理シーズン2沖丸美。96位、スパイ教室ジビア。同じく96位、トライガンスタンピードザジザビースト。94位、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた剣天音くんのお母さん。93位、アルスの巨獣クーミ。92位、便利屋斎藤さん異世界に行くメベナ。91位、ニーヤオートマタバージョン 1.1A ジャッカス。90位、トライガンスタンピードメリルストライフ。同じく90位、アルスの巨獣ロマーナ。同じく90位、久保さんはモボを許さない平玉尾。同じく90位、久保さんはモボを許さない工藤葉月。86位、虚構推理シーズン2姉妹耐え。同じく86位、人間不信の冒険者たちが世界を救うようですアゲート。同じく86位、ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さんエリーザベト。83位、もう一本滝川さなえ。82位、もう一本瀬野緑子。同じく82位、バディダディーズ泉かりん。80位、人間不信の冒険者たちが世界を救うようですティアーナ。同じく80位、のけものたちの夜ウィステリア。同じく80位、物語ユー。同じく80位、ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さん小林志保の。同じく80位、アルスの巨獣ミャー。75位、バディダディーズ宇奈坂ミリ。同じく75位、虚構推理シーズン2岩永琴子。73位、もう一本白闇。72位、氷属性男子とクールな同僚女子音無さん。同じく72位、物語羽織。同じく72位、物語角森椿。同じく72位、大雪海のカイナリリハ。同じく72位、スパイ教室グレーテ。67位、のけものたちの夜ダイアナ。66位、もう一本夏目シノ。同じく66位、大雪海のカイナアメロテ。64位、バディダディーズ羽生アンナ。63位、お兄ちゃんはおしまい大川朝日。同じく63位、ニーヤオートマタバージョン 1.1A リリー。61位、ニーヤオートマタバージョン 1.1A パスカル。同じく61位、便利屋斎藤さん異世界に行く魔女。同じく61位、スパイ教室ティア。58位、吸血鬼すぐ死ぬ2ひないち。同じく58位、ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さんフィーネ。同じく58位、ハイカードウェンディ佐藤。55位、お兄ちゃんはおしまいホズキモミジ。同じく55位、ニーアオートマタバージョン 1.1A デボルポポル。こちら2人なんですけれども、2人で1人と考えてます。53位、吸血鬼すぐ死ぬ2熱烈キッス。同じく53位、ニーアオートマタバージョン 1.1A 司令官。同じく53位、便利屋斎藤さん異世界に行くリリーザ。50位、氷属性男子とクールな同僚女子ユキミン。49位、人間不信の冒険者たちが世界を救うようですカラン。同じく49位、小太郎は一人暮らし秋友瑞希。同じく49位、お隣の
な天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件、椎名真昼。46位シュガーアップルフェアリーテイル、アン・ハルフォード。45位物語、鏡。同じく45位転生王女と天才霊嬢の魔法革命、ユフィリア・マゼンタ。43位ニーアオートマタバージョン 1.1A A2。 こちら A2 はゲソが視聴している時点ではまだ作中にはっきり登場してないんですけれども、原作をプレイしていて、なおかつアニメが原作の再現度非常に高いので原作ゲームの評価をそのまま持ってきてます。同じく43位便利屋斎藤さん異世界に行く、ラパンパン。41位もう一本、天音エリカ。同じく41位お兄ちゃんはおしまい、小山真宙。同じく41位吸血鬼すぐ死ぬ2、小雪。38位ともちゃんは女の子、相沢とも。同じく38位いじらないで長トロさんセカンドアタック、部長。同じく38位便利屋斎藤さん異世界に行く、フランリル。同じく38位転生王女と天才霊女の魔法革命、レイニシアン。同じく38位とんでもスキルで異世界放浪飯、ニンリル。同じく38位スパイ教室、リリー。同じく38位ニーアオートマタバージョン 1.1A2B。 31位リベンジャー、ニオ。以上111位から31位までのランキングでした。ここからベスト30になりますが、その前にチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは30位から見ていきましょう。30位便利屋斎藤さん異世界に行く、ニニア。70点。ニニアはですね、フランリルの傷を見るのが好きっていう特殊な性癖を持ったユリなんですけど、フランリルに死の危険が迫った時には泣きながら心配するっていうちょっと愛の深さが見えてすごく好きなキャラです。同じく30位久保さんは無謀を許さない、久保明菜。70点。可愛い妹の成長を温かく見守りながらついつい意地悪したくなっちゃう姉っていう構図がもう尊くないって思うのと、あとこれもう完全に原作ひいきが入っちゃってて、すいません、最近久保さんは無謀を許さない完結したんですよ。完結おめでとうございます。寂しいですがおめでとうございます。28位いじらないで長トロさんセカンドアタック、姉トロ。71点。先ほどの久保姉の意地悪成分をより強くした感じのキャラですね。長トロさんを 100% もてあそんで完封できるキャラって作中では地味に唯一なんじゃないかなと思ってます。作中では2話しか出てきてないんですけど、存在感めっちゃ強くなかったですか、このキャラ。ゲソは非常に好きですね。同じく28位いじらないで長トロさんセカンドアタック、さくら。71点。長トロフレンズのうちのビッチ担当ですね。さくら単体がすごく魅力的っていうよりかは、このサンバカの評価がめちゃめちゃゲソの中で高くて、なのでさくらもこの順位に入ってるって感じですね。さらに同じく28位もう一本、姫の紬。71点。ビジュアルもめっちゃ好きなんですけど、やっぱり過去のエピソードとこうまた柔道を始めるに至る物語がすごい熱かったんですよね。柔道なんてやってもいいことないって言いながら、こうまた柔道の道に戻ってくる様が1話の未知を彷彿とさせるようです。ごく心が震えました。25位いじらないで長トロさんセカンドアタック、ガモちゃん。72点。こちらも長トロフレンズですね。ふざけているようで長トロさんを理解して行動している様子がたびたび見受けられます。良き親友感が出てて最高じゃないですか、このキャラ。今回ですね、長トロさん2期のエンディングのサビ、このガモちゃんパートがあるんですよ。炸裂するエモーションっていうパートがあるんですけど、マジここ最高なので、エンディング飛ばしてるって方はぜひ集中して聞いてみてください。同じく25位スパイ教室エルナ。72点。ビジュアルがめっちゃ可愛いのももちろんなんですけど、必ずのがつく特徴的な語尾が中毒性あって魅力的だと思ってます。悲鳴を上げる時もキャーじゃなくてのーって言うんですよ。もうめちゃめちゃ面白くない？アネットとの関係性が個人的に結構好きで、見ていて幸せな気持ちになるので高い順位にランクインしました。23位転生王女と天才霊嬢の魔法革命、アニスフィア・ウィン・パレッティア。73点。かっこいい戦闘だったり奇想天外な発明発想だったりと、こう全体を通してワクワク感のあるキャラだなと思ってます。何より女性キャラですごいビジュアルも可愛いんですけど、持ち前の男前さを生かしたユフィとのユリがもう最高ですね。可愛さもいけるし、イケメンなムーブもいけるっていうところで高い順位にランクインしてます。22位もう一本、園田道。75点。今季一番王道主人公してるキャラじゃないかなって思ってます。勝負を楽しみつつ敵ともすぐ打ち解けて、気づいたら周りの空気も明るくしてるみたいな、このムーブが現代の孫悟空みたいなムーブじゃないですか。見てて痛快というか、すごく応援したくなるキャラですよね。同じく22位いじらないで長トロさんセカンドアタック、ヨッシー。75点。長トロフレンズの中でゲソはこのキャラが一番好きです。やってることといえば、ガモちゃんのいじりに合いの手入れてるだけなんですよ。それだけなのになんでこんな魅力的なのってぐらい好きなんですよね。キャラデザもめっちゃ好み、口がなんか猫みたいな口になってるのめっちゃ好きなんですよね。登場しただけでゲソは結構幸せな気持ちになるので、もう本当にこれは個人の評価が強く出てるなっていうランクインだと思います。同じく22位吸血鬼すぐ死ぬ2、サンズ。75点。キャラデザとキャラ設定と声がどちゃくそに好きです、このキャラ。それ以上特に言うことないです。このキャラが登場している回を見ていただけたら、あ、ゲソってこういうキャラが好きなんだなっていうのが伝わると思います。さらに同じく22位お兄ちゃんはおしまい、小山みはり。75点。基
本面倒見のいいお母さんみたいなキャラなんですけど、時折見せるただお兄ちゃんが好きな妹、この側面がいちいち刺さるんですよね。おふざけが多くて笑っちゃうようなシーンが多い作品だからこそ、このキャラがちょっとしんみりしてるシーンめっちゃ刺さるんですよね。これは作品作り上手いってだけの話かもしれないんですけど、作品の中で特に光っててゲスはこのキャラすごく好きです。18位、便利屋斉藤さん異世界に行くプリマス。キスルギに羽を引きちぎってってお願いするシーンが迫真すぎてめっちゃ好きなんですよ。すげえ引き込まれたあのシーン。人を信用しないし全然素直じゃない妖精なんですけど、仲間のためには全部かけるんですよ。もう命から魔力から自分の羽から、このギャップがすごく魅力的なキャラだなと思ってます。同じく18位、久保さんはモブを許さない久保渚、76点。言うまでもなく破壊力抜群なキャラだなと思ってます。序盤こそ完全優位で白石くんをいじる立ち位置なんですけど、久保さん側がドキドキしたり、こう余裕がなかったりっていう描写が増えてきて、心をギュンギュンさせてくれるキャラだなということで高い順位にランクインしてます。これ先ほども言ったんですけど、原作完結おめでとうございます。久保さん原作も可愛いので、こうアニメ見ていいなって思った方はぜひ原作も見てみてください。16位、便利屋斉藤さん異世界に行くラエルザ、77点。斉藤のことが好きなんだけど不器用なので超遠回しなアプローチしかできないところがいじらしいキャラですよね。でも8話で斉藤が元の世界に帰っちゃうかもって可能性が浮上した時には、私にはお前が必要だってこうまっすぐ思いをぶつけるんですよね。不器用でまっすぐなキャラでとても好きです。重い鎧の下に美少女がいるっていうギャップもすごく良くないですか。このキャラめっちゃ好きです。16位、お兄ちゃんはおしまい室崎美代、77点。中学生にして腐りまくった最強の腐女子だし、いかにもしっかりしてるのに料理ができないっていうギャップも面白いし、あとドゥッ。同じく16位、いじらないで長瀞さんセカンドアタック、長瀞さん77点。先輩をいじってる時実は余裕なくて汗かいてるっていう、まあこの描写、まあ、ずっとなんですけどやっぱり好きなんですよね。これ好きな相手に意地悪をしたくなっちゃうってい こう子供みたいなムーブを高校生がやってるって思うと微笑ましいし、長瀞さんのいじりと焦りからでしか得られない破壊力があるんですよ。やっぱ俺たちの長瀞さんはやってくれるぜっていう安心感があって好きですね。同じく16位、とんでもスキルで異世界放浪飯スイ、77点。もうねとにかく可愛いんですよねこのキャラで、あと質感がめっちゃ好きです。スライムの質感めちゃめちゃ触りたいし世話をしたいというこの一心でこの順位にランクインしました。12位、氷属性男子とクールな同僚女子小森さん、78点。キャラデザと人間性が抜群に好きなキャラです。気持ちが高ぶるとモフモフの尻尾と耳が生えちゃうっていう設定もくっそ可愛くない。冴島くんからの好意をこうはぐらかして逃げるのもあらーって気持ちになってめっちゃ好きです。11位、お兄ちゃんはおしまいほずきかえで81点。申し訳ないけどやっぱりおっぱいには逆らえないよね。それに加えて圧倒的お姉ちゃん感がありつつも、こうもみじちゃんに対してはめっちゃ甘えん坊っていう設定も魅力的。11位にランクインしました。10位、天聖王女と天才霊嬢の魔法革命イリア・コーラル、82点。超好きなキャラデザと超好きなキャラ設定です。もう信頼してるアニスに対してはちょっと口が悪いんですけど、こう良きお姉さんでもあるみたいなね。ユフィに対してもレイミに対してもこうへりくだりすぎないというか、ちょっとこういつも通り接して、なおかつこう良きお姉さん感も、まあ、うっすら漂ってる感じがすごく好きなんですよね。あとレインとの関係エッチすぎん。9位、もう一本ナグマンナ、83点。未知のこと好きすぎるんだよねこの子。そのユリも尊いんだけど、剣道でも柔道でも一生懸命っていうところがめっちゃ押せます。禁酒期では試合に出せないって言われてるんですけど、でもここで腐るんじゃなくて、じゃあみんなのサポートをするわってこうすぐ前向きに行動に移せるのがかっこよすぎる。超魅力的なキャラだと思います。同じく9位、スパイ教室アネット、83点。序盤からずっと言ってるんですけど、キャラデザくっそ好きだし喋り方もめっちゃ好き。一人称俺様って天才すぎん。この設定すごい好き。毎話30分ぐらい登場してほしい。スパイ教室はこのキャラ出してるだけでいい。7位、氷属性男子とクールな同僚女子冬月さん、84点。そもそもゲソが無表情なキャラが好きっていう前提はあるんだけど、にしてもビジュアル良すぎないこのキャラ。たまにとんでもない破壊力のセリフぶち込んでくるんだよね。また例えばハロウィンのエピソードで言えば、いたずらです、お菓子くれなかったのでってこうドアップで言ってくるとかね。もう兵器と言っていいレベルの破壊力してますこのキャラ。6位、ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さん、リーゼロッテリーフェンシュタール、86点。昨今のアニメでこんな典型的なツンデレキャラなかなか見ないってぐらい典型的なんですけど、それがいいんですよね。作品自体は最近ちょっと駆け足気味だなとか、ちょっと構成微妙じゃないとかって感じつつあるんです個人的に。ただ
作品自体は怪しいなって感じてるんですけど、やっぱりこのキャラゲソは好きなんですよね。5位、天聖王女と天才霊嬢の魔法革命、ティルティ・クラーレット、88点。こういうキャラ好きっていうのをまさに体現してるのがティルティ。不機嫌そうでいかにも陰湿、身につけてるものは黒っぽいものばかりっていうね。でもユフィに対して真摯に説教したり、結構面倒見いい側面もあるっていうね。こういうキャラ好き。点々でイリアとティルティが好きってゲソ言ってるんだけども、なんとなくゲソの頃に伝わらない。これで4位、もう一本、日浦とは90点。とわちゃんが生み出すドラマにどれだけ心を震わされたことかっていう話なんですよね。基本引っ込み思案なんだけど、未知を柔道部に誘うとか、天音先輩との勝負とか、こう大事な場面では勇気を出して頑張るんですよね。それでいて柔道は鬼強いっていう魅力しかないキャラです。本当にその上でこのとわちゃんっていう強キャラが憧れてるのが未知っていうね。未知ってやっぱ主人公なんだなっていう風に、こう周りのキャラのことも持ち上げてくれる最高のキャラだなと思います。3位、虚構推理シーズン2、雪女、91点。可愛いし美しいし中身も好きだし、火の打ち所がないキャラです。前は雪女が出てたら虚構推理の2期は派遣取れるんじゃないかって言っても過言じゃないレベルで好き。まあ過言なんだけどね。今期は多分もう登場することはないんだけど、たった3話しか登場してないのにこんな高い順位にランクインするっていうことで、どれだけこのキャラが魅力的だったかってことが伝わってくれると嬉しいです。2位、ともちゃんは女の子、キャロル・オールストン、93点。今期最も中毒性があると言ってもいいキャラだと思ってます。独特な間延びした物言いと一生緩み続けてる表情、圧倒的個性の塊ですね。もともと友達がいなくて、みすゞとかともが友達になってくれて超懐いてるっていう設定も好きだし、節々でみすゞの苦悩を理解した上で行動してるっぽい描写があって、こう実はこのキャラ頭空っぽそうでいろいろ考えてるのかなって思わせるのもちょっとした深みもあって、ゲスはこのキャラすごい好きです。そして第1位、ともちゃんは女の子、群堂みすゞ、95点。はい、もう今期最も好きなキャラです。ゲソ今期の作品群の評価動画とか感想動画とかたまに上げてるんですけど、もう毎回群堂みすゞのことを激推ししてます。個人的に一番ぶっ刺さってます。点々のティリティのとこでもお話ししたんですけど、ちょっと性格悪い陰湿なキャラっていうのがそもそもとても好きなんですよ。でみすゞの場合はここに友へのクソデカ感情とかも絡ませてくるんですよね。それがユリなのか友情なのかっていうのはまだはっきりしてないんですけど、急に友との尊い絡みを見せてくれたり、友との関係に対して苦悩してるみたいな意味深なシーンを見せてきて、こっちを引っかき回してくるんですよね。完全にもてあそばれてます、このキャラに。もっとやってほしい。今後もみすゞの活躍をめっちゃ楽しみに、ともちゃんは女の子を追っていきたいと思ってます。以上、2023年冬アニメ女性キャラの個人的魅力度ランキングでした。皆さんの好みと比較していかがでしたでしょうか。皆さんの好きなキャラもぜひコメントで教えてください。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。